ビグをご覧の皆さん、どうも。JRKB です。どうも、ボーカルのハデルです。バイオリンの秀樹です。ベースのダンチです。ドラムのエルサです。ギターのエディです。2月9日にアルバムインベイドが発売になります。さあ今回インベイド3種類あるんですが、通常版と、ライブハウスの映像 DVD が入った A 版と、僕たちの今までの歴史が入っています、ヒストリー版の B、 この3種類があります、まずアルバムの聴きどころを。はい、ポップな楽曲から、ハードな楽曲まで、今の JRKB が、ギュッと詰まってます、ぜひ聴いてみてください。よろしくお願いします。はい、アルバムのジャケットは鳥山明先生に書いていただきましたし、同じようにですね、 DVD の方を見ていただくと、ジュアル KB のライブの感じとか、ヒストリー版を見ると僕たちが今までやってきた軌跡が、見れますので、ぜひ皆さんに見ていただきたいと思います。さあそしてライブハウスツアー、鳥バラの空が、渋谷エッグマンを皮切りに全国15カ所で開催されます。やはりジュアル KB の魅力はですね、ライブで爆発すると思いますんで、まだライブに来たことのない方、ぜひジュアル KB のライブをですね、堪能しに来ていただきたいと思います。秀樹は意気込み的には、はい、そうですね、他のバンドには必ずできない、そういうライブやってますんでね必ずできないまあちょっと言い直しましょう、他のライブ他のですね、バンドにはできないライブを必ずやってますんでね。どうしたらいい？2011年の抱負を言いたいのか。 OK、 飛ぼうぜ。ちょっと待って、抱負はちょっと待って、貸して別でしょ、別でやります、ね、走りすぎてました。ダンチさん、ライブの意気込みは。そうですね、この赤い衣装に負けない単価なんでます。単価なんでます。久しぶりに喋ったんですか。いや、ちょっと後ろのメンバー久しぶりに。そうですね。でも、とにかくですね、ライブはいろんな楽曲がありますので、皆さん来ていただけるとですね、JRKB のいろんな顔が見れて、きっと楽しいライブになると思います。ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。以上、JRKB でした。